はい、筋交いがね、貼り終わりましたので、今度中段にね、たるみ止めのマイカー線を貼っていきます。はい、途中まで貼ったんですがね、寸法が足りませんでした。あとでね、新しいマイカー線持ってって貼ります。はい、動画の方はここで、ワープします。はい、去年よりね長く作っちゃったんでしょうかね、マイカー線がちょっと足りません。おかしいな。こんなはずじゃなかったんですけどね、まあしょうがないんでね、はい、足します。今からね詰めるわけにいかないんでね、もうこの長さでいっちゃいます。まあ18メーター以上はないと思うんだよね。18メーター以上あるともう途中で止めなくちゃならないんで、これがまた面倒だよね。よっ、よいしょ。よいしょと、はい、おかしいな。完璧なはずだったんですけどね、石鹸がね、 なんかかなり長さ足んないです。よっこいしょ、よっこいしょ。あ、もう一回り回ってんだね。よっこいしょ。
で縛りますんでね、ちょっと長めに切ります。はい、で当然ながら反対側も足りません。長さは同じだからそうだよね。反対側も足りません。なぜでしょう。まあ考えてもしょうがないんでね、足んなければ足せばいいんで。これでよいしょ。これ一回り余計に回っちゃってんだな。いや、このままやっちゃえ、いっちゃえいっちゃえ。よいしょ。ちょっと斜めに切ってね。まあ、足んなげら足せばいいだけのことなんでね、まあ、足すの簡単なんで。はい、これでね、中段の前川線大春作業は終了です。はい、で、いよいよね、これから、あれ、あそこ飛ばしちゃった？あ、一箇所飛ばしちゃった。まあいいや。はい、じゃあ動画の方一回止めます。はい、ネットを固定するね、前川線を2本張ります。これも足んなかったらね、奥の方で足します。多分大丈夫だと思うんですけどね。はい、軽くここで縛ります。そっか、往復すれば1回で終わっちゃうんだな。はい。
はい、やはりね奥が1メーター50ぐらい足らないんで、戻りはねもう最初から1メーター50ぐらい足してね、そこからスタートしてきました。じゃあこれからねネットを展開していきたいと思います。よっこいしょ、この辺でいいかな。もうあいいか。はい、じゃあねネットを展開していきます。はい、これがキュウリネットです。よっこいしょ、ちょっと大きくしましょうか。はい、これがキュウリネットです。で、規格は、18センチ目合い。だからこの、四角いね、一辺の四角形が18センチあるそうです。で、幅が 4.2 メーターで奥行きが18メーター。でも奥行き1メーター短く取ったんだよね。だから、足らなくなるはずないんですが、なぜか足らなくなってしまいました。はい。で、この網のね、色の変わっている部分、これが真ん中です。で、これ紐で縛ってあるんですけどね、ここが、両端に なります、はい、そういうことでね、ちょっとそろっとねこれから広げたいと思います。はい、じゃあちょっとバックさせます。これね、最初の取り出し失敗しちゃうとねえらいことになっちゃうんでね、ぐしゃぐしゃになっちゃいますのでこれはねもう慎重に やらないとね。はい、よいしょ、大丈夫かな。この網目通っちゃうとね、通っちゃうとちょっと面倒なんだよね。大丈夫そうかな。はい、これが片側ですね。通ってんのか、通っちゃってる？通っちゃってるのか？これ網目通っちゃうともう広がんなくなっちゃうんでねここでもうくじけちゃったりして、よいしょ、これでも通ってるはずないんだよね。これ通っちゃうとえらいことになるんで、こんなの初めてなんだけどね。あれ、これはえらいことになったかな。ちょっとこれ引っ張ってみましょうか。こんなはずないんだよね。よいしょ。よいしょ。
これ今ちょっとゴミがついちゃってる。なんで網目の展開に失敗？これやっちゃうとパズルになっちゃうんだよね。でもこれ通さなくちゃダメだね、どっちみちね。よっこいしょ。うわー、展開に失敗した。これやっちゃうとえらいことになっちゃうんだよね。なんでだろう。ね。これが下なんですよ。下なんだけど、下全然通してないもんね。あー、やっちゃったね。よっこいしょ、しょうがないんで、これ網目通すしかないんだね。そうするとね、はい、ちょっと時間かかりそうなんで、動画止めます。ちょっとパズルになっちゃいました。はい。